望。ふふふ。よし、いいね。おかしくない？ダメだったんでしょ？だってキリトや私でさえ知らないんだよ。いくら早耳さんでも知ってる方がおかしいよ。まあね、いろいろ調べたから。できないの。キリトを何度も見送っているんだから知ってるよ。うん、やってみせるね。転移アークソフィア。システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。ほらね。私もわからないの。やっぱりそうだよね。オレンジを解消したらもしかしたらとも思ったんだけど、ごめんね。もっと早く言うべきだったのに。言ったら自分が帰れないってことを認めるようで怖かったんだ。
やっぱり優しいね。でもその優しさが今は痛いよ。いや、王子様は行っちまったのか？あんたは。だからさ、そう身構えるなって。別に取って食ったりしねえからよ。オレンジギルドが私になんのよ。おめえ、いつまであのビーターと組んでるつもりだ。あんたには関係ない。俺の推測が当たってるとしたら、おめえはそろそろ自分の正体ってやつに気づいているはずだ。違うか？オレンジホラーのフィリアさんよ。何？フォローとかよくわからないことを言って。だからさ、おめえとあの王子様とじゃ住む世界が違う。別に言葉のあやとかじゃなく、そのまんまの意味でな。おめえは所詮影の世界、そう、フォローエリアの住人なんだよ。俺たちは、そう、人じゃない。私は。じゃあなぜおめえはあっちに帰れないんだ？私はお前らとは違う。私は人間だって。
ただ認めたくねえだけだろ。自分が人じゃないって。俺らと何も変わらねえよ、おめえは。ふぅ、その表情、いいねいいね。思わずよだれが出ちまうよ。キリトは私のために。おめえのためねえ。本当にそう思ってるのか。これは傑作だぜ。どういう意味？あいつはホローエリアにある新アイテムや新スキルに興味を持ってんだ。おめえは、そう、便利な案内人ってとこか。わかる？命を張って助けるってか。ない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 。自分がしたことをもう一度振り返ってみな。あんたどこまで知ってるの？残念ながら全部知ってんだ、おめえがやったことは。だからどうして、なんであんたが知っている？はあ、なんで知っているかって、なことはどうでもいい。大事なのは俺が知っているっていう事実だ。経緯とか理由とかそんなもんは聞くのが野暮ってもんだろう。で本題だ。この前も忠告したじゃねえか。おめえこのままだと死ぬぜ。なんで？おめえだけじゃねえ。俺も、ここにいる他の連中もみんな、みんな、ゲームオーバー。意味がわかんないし、そんなこと、信じられるわけがないじゃない。あの、キリトとかいうビーターはこのホローエリアで確実に強くなる。むかっぱらが立つ事実だが、あいつが100層をクリアする可能性はかなり高い。
ちはどうなると思う？知らないわ。少しは考えろよな、その足りない頭でよ。SAO の世界がなくなったとき、俺たちがどうなるか想像くらいつかねえか。通り。 That's right! SAO がクリアされればデータである俺たちは消える。さっきも言った通りのことが起きるじゃねえか。だからさ、俺たちはあいつに殺されるってことだ。違う、キルトはそんな、私たちを殺すなんて。さっきも言ったろうに、理由や過程はどうでもいいんだ。結果がどうなるかなんだよ。あいつがやったことで俺たちが死ぬ。俺はそれを止める。だってよ、死にたくねえしな。だからおめえの力を借りに来たんだぜ。私にキリトを裏切れっていうの？なんなん、何ちょいと誘い出してくれればいいのさ。何もしない、何も知らない。まあちょいっとことが終わるまで邪魔しないでもらうってことだけだぜ。別に殺すわけじゃない。あとは勝手に物事が進むだけだ。あいつの強さは知ってるんだろ？大丈夫。あいつならきっと生き延びる。死なずに俺たちと同じ世界の住人になるだけなんだから。私たちと同じ世界。そうだぜ。よーく考えてみろよ。このままあいつと別々の世界で誰にも知られずに死ぬか。
あいつと同じ世界の住人になって永遠に存在し続けるか。次に会った時に返事をくれ。キリト、キリト、私どうすればいいかわからない。